こんんにちちは、ジュビちゃでです。す、はいえー、昨日ですね、プロコフィエフのバレエ音楽について、えー、ちょっとお話ししたんですけれども、えー、今日は「ショフタコービッチ、はい」皆さんこういう本ご存知でしょうか「えー、ショフタコービッチの証言」というタイトルでこれはソロモン・ボルコフ編となってるんですね。そしてですね、えー、これはボルコフさんが えー、生前ショスタコービチに取材したものだと言ってショスタコービチささんの死後に出版された本ですでこれはあの大変なあのセンセーショナルな本だったようで当時は、えー。ショスタコービチが亡くなったのが、えー、と確かに、ね、私が10歳ぐらいの時なのでど、えー、うも相当前の話ですが、えー、とそれまでですね ショストコービチっていうのは、まあ、要するにあの体制の革命あの共産党に対してその,の参加とか、ね、要するに体制寄りであるというふうに理解されていたわけなんですけれども、えー、この証言によってですね反体制であるということがこの中にかなり書かれていて実は、えーまあ、スターリンとかねあの、まあ、そういった あの独裁者に対してあの非常にあの反感を持っていたようなことが、えー、西側で取り沙汰されてそしてショスタコービッチのなんていうんですか人気っていうかショスタコービッチフィーバーっていうかねがばあのって実はあの体制に反対していたっていうのが盛り上がったわけです。で、まあ、私こういうことはあまり詳しくないんですけどところがこの本は 心願論争っってて、いうのがかなりあって要するに「本当なのこれは」っていう嘘なんじゃないのっていう話もあってこれはね結局のところかなりの疑問点あの矛盾点が残されているということを、えー、こちらは、えー、ファイさんという、えー、学者さんが書かれたものなんですけどこちらの、えー、ファイさんがあの後ですけ、えー 書かれていることによると、えー、ショストコーヴィチの証言、ボルコフのものは、えー、まあ真偽が検証十分に検証されていないと、なのであのまあ全く信用できないと、だからもう価値,価値がないと、はっきり。 あの言ってます。この本の本中でねで。私この本実はファイサの本はねこっちはもう熟読したんですけど一度ねだけどこっちのファイサの本はちょっとねパラパラっとしか見てないんですとても演奏家があのこのようなあの私のような演奏家が、えー、このような本を、えー、熟読する時間をちょっと許していただいてないので何を言とねねん <laughs>、えーま、要するに読む時間がなかったって話なんですけどえ実はですねこれ 7年前にね、これがこの本が本当であるか嘘であるかっていうのはちょっと置いといて、えー、7年前だから、えー、と何年になるのかな2015年ですね、えー、と私あの、まあ、仲間と奈良と、えー、広島で、えー、特に広島でやりたいって私強く思いがあってそれで、えー、ショストコビッチの「弦楽手術総局」第8番合奏版で演奏したことがあるんですけどそれにまつわって まあ、あのプログラムノートでもちょっと書かせていただいたりしたんですけどまあそういうあのまあ助成金とかねいただくのにアサヒビールさんにそれは助成いただいたんですけどまあそ,その企画をまあ,あの評価していただいてという形なんですけどもあのー、その時私ちょっとねあの暴走してしまって <laughs> なんとあの。 小説ままでで書いてしまったんですよ。この小説はもう全くの創作だからこれが、えーまあ、本物であったとするならばっていうようなところに、えー、と立ち返って自分が実はショスタコーヴィッチとこうすれ違っているという。 えー、そういうような話をでもただまあ今考えたらもう冷や汗というかあの、まあ、物語的には非常に幼稚だしもういろんなパクリばっかりだし他愛、あのーまあ、あもないものではあったんですけどだけどもその中で私が考えたのはその、まあ、これは本物であるというあの証拠も検証も,なさ,れたかもなされてないかもしれないけれどもだけれども もしそうだったら私たちの気持ちを非常に満足させてくれることが書いてあるんだよね。うんそうであってほしいと願うようなことが書いてあったりする。それは今の、えー、とロシアと、えー、ロシア国民っていう関係もちょっと似てるんじゃないかなと思うんですけどあのー、まあ言葉にするのが許されない。えー 時許せない時代であるとか許せ許されない。もうそれを口にしてしまうとまあ、粛清されてしまう。死刑に処刑されちゃうっていう。そういうような時代にあって、音楽はあのー、また言葉声なき声なんですよ。あのー、小説とかはね。匂っちゃうじゃない。<laughs> 言葉だから、あのー、やっぱり書いてることに。 例えば、戦争反対って書けば戦争反対になる分かりやすいんだけれどもほんで絵も戦争の絵を描けば人にはこれは血だって分かるよねけど音楽はねあの自分は血のつもりで書いてもこれ血のつもりで書いただろう戦争反対って書いてるだろうってもし言われと「いやいや違うよ」<laughs> これあの あのなんかお化け屋敷行った時の怖いことを書いたんだよととも言えるし何とでも言えるこれは逆に音楽がどれれだけ自由でで開かれた芸術とということなんですよ。そういうことを思って、えー、小説も私あのまあ本当に恥ずかしいから私全部すべてのリンクを切ってるからたどり着くのは難しいと思うけどだけどまだあの ネットのどこかに残ってるので頑張って探したら探せられるかもしれないけど、まあ、読んででも笑わないでください。い、ま、い、あ、笑っていいです。<laughs> だけどあの話は大したことストーリーとしてはもう全然大したことないしオチがあるわけでもないんだけれども私の思いをすごくあれ何話まで書いたのかな8話か10話かそれぐらいまで書いたんですけど、えー、ぶつけまくりました。それが、年、えー、年という、えー、とに、に、えー、演奏会に向けて えーとそれね、フェイスブックでもリンクをしてたのかな、もうフェイスブック閉じてるから読めません。<laughs> あのーまあ、そういうようなことを書きましたが、えっ、ー、と、そうです、ジョスタコビッチの証言、えーまあ、これが本当、本物であるか、嘘もんであるか、あの信じられないか、別にしてご、えー、興味のある方は、えー、本としては非常に興味深い内容ですので、私ももうだいぶ忘れちゃったもう一回読みたいな。はい ということで、えー、ご紹介でございました。はいじゃあまた